おはようございます。釣り子 TV です。これ。ね。大量のジャックハンマーの真ん中にこれね。ちょっとパッケージの色が違う。ついにね、フィッシングショーで紹介されていたあのモデルですね。ジャックハンマーのタングステンモデルがですね、ラインナップされてました。釣り具屋さんにね、置いてあったので、もうね、ジャックハンマーはね、大好きで使っているんで、これね、予備のジャックハンマーが、まあ、大体ね、8分の3オンスなんですけども、ほんでもって、これも8分の3オンス。ね。まあ、これね、ほんとね、亀山ダムなんかでよく釣れて、あとは、まあ、その他のね、オープンしたばっかりのダムなんかでも、サーチベイト的に使ったらね、まあ、よく釣れるんですよね。一番ね、お好みっていう感じで大量にこう在庫で、まあ、いつね釣りたくなってもね足りなくならないようにね、ジャックハンマーに関していっぱい持っているんですが、そんな中で新しくね、タングステンのね、このヘッドがね、コンパクトで重いねバージョン、これが出たので一つねお試しで買ってみましたよ。で、まあ、パッケージはこんな感じで、まあ、大体多分ね、説明書きとかも一緒なんじゃないんですかね。まあちょっと裏後で読んでいきますが、まあジャックハンマーのタングステンモデルだよってこと、こっちはただのジャックハンマーだよっていうことで、せっかくねあるんで2つ開けて、そのボリューム感の違いなんかもね、せっかく動画なんで手元で見ていければなぁなんて思いまして、じゃあね早速開けていきたいと思います。で、1個ねギルでこれ買ったんです。1296円っていうことでね、2分の1オンスもあったんですけども、結構ね自分の使う釣り場とか投げるところだとすごいね、8分の3オンスをよーく投げることがあるんで、今回ねとりあえず8分の3オンスです。これも全部8分の3オンスなんですけども、はーい、これでよいしょ、はい、出てきました。でね、カラーはねこれね、なんだろう、もうね全身ブラックなんですね。マットブラック、ブラックとは言ってもテカリがない、こんな感じのマットブラックカラーを買ってみました。ブレードまでね、このマットブラックなんですね。で、分かりやすく頭の裏に何オンスだよっていうのがバシッと書いてあって、あ、確かに、すごいヘッドがやっぱコンパクトになってますね。で、これがね、いいんですよね、針ね。ガードとかはついていないんですけども、太すぎもせず、そんでもってこう懐は広くて結構でっかいんだけど、なんていうかこう釣れ頃なね、この懐深くて大きめ、こんな針がついていてガードなしで、ここですね、これフックキーパー、これがね、この上と下でね、ダブルでこんな風になってますけども、これがずれないんですよね。ただし、まあ、つけたは、もう外すときはね、まあ、その、頭の部分が多少壊れたりっていうのはあるんですけど、とにかく、テンポよく釣りをするために、不意なずれとかを排除するような、このがっちりキーパー部分。ねえ。まあでも一回セットしたらね、そこからあんまりトレーラーを付け替えるってことはなくて、で、あのツインテールリンガーですね、あれもサイズが今3つぐらい、展開してますけども、あれの真ん中のサイズなんかが一番ね、自分は付けることが多いんですが、一回付けたらまあちょっと取り外しの時はちょっと頭壊れちゃうぐらい強力なね。でもこれはあの清水森蔵プロのモードにね、本当あるコンセプトですよね。人気のね、あの D ゾーンなんかもすごいね、細いワイヤーで作られていて、大会中のここぞっていう時にも1匹を取るためにレーシング仕様ですよね。壊れても、でもそれでもバイトに結びつけるね。
まあ普通にいっぱい売るんであればもう何回もね曲げて直して使い直してみたいなね、感じに、メーカーの商品ってのはなるかと思うんですけども、もうこだわりの一匹を取るためにっていうね塩、これもそんなやっぱり精神が感じられるというか、もうとにかくテンポよくちょっとしたワームのズレもそのこうテンポよく投げていくときにね崩れないようにっていうことで、こんなカッチリキーパーがついていますね。でタングステン仕様、説明書きはどうでしょうか、変わっているのかな、清水森蔵&ブレッドハイト共同開発、トッププロのシークレットベイトジャックハンマー樹脂タングステンヘッドモデルということで、ジャックハンマーという名前の由来になった、こう手元に響く明確な振動とブレードとヘッドがぶつかり合う低音サウンド、着水直後から機敏に立ち上がる超ハイピッチバイブレーション、まっすぐ泳ぎ続ける安定感と一瞬抜けるようなダートという矛盾が共存しております、とうとうその他まだまだ釣れる要素が満載ということで、で樹脂タングステン低重心扁平ヘッドっていうのがね、従来のモデルと変わったよって、ここね赤文字でこう書いてあるんですけども、じゃあどんぐらいそのヘッドのねサイズ感が変わったのかってね、同じこの黒っぽい色でね、ダークグリーンパンプキンブラックないか、これでちょっと開けてね見ていきたいと思います。はい、並べてみました。こっちがね従来のジャックハンマーで、こっちがね新しいね樹脂タングステンヘッドのジャックハンマー、あんまりね違いはわからないですね。まあブレードのサイズも同じだし、ヘッドの感じとしてはどうでしょうか。見た目にはねそんなにね違いはわからない。でもタングステンになって本当にちょっとでもねバランスが変わったってことは、こっちで泳がしてる時より一段下に入るのかなとか、そんなイメージで使ったらいいのかななんて思いますけども、両者の違いはね、針の感じも一緒だし、ちょっとね素人目にはねあのねよくわからないかなっていう感じで、ただあのタングステンが出た時とかですね、従来鉛を使っていて、例えばワームのダウンショットの釣りとかですけどね、本当明らかにねなんか使用感が違うんですよね。例えば感度が良くなったり、これで感度良くをしてもまあどうなのかなっていうところではあるんですけども、たまたま例えばフットボールのヘッドとかですね、で従来の鉛重りのやつとタングステンヘッドのフットボールラバージグなんかで使い比べた時は、よりなんかね機敏に動くっていうか、やっぱ小さいんでキュッキュッシ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 ュッね、鉛の時はちょっとね緩やかな動きだったのが、タングステンにするとより、キュッキュッ小気味よくねアクションさせられたななんていうのがありまして、まあこれはね本当よく投げるルアーなので、ダムなんかでね、あとは霞水系なんかでも、よく使うルアーなので、で従来のこのモデルは結構ね去年一昨年ぐらいかな、投げて投げて大きなバスも結構ね亀山湖なんかで釣らしてもらったし、夏場のある一時のシーズンにねすごい対応するルアーではあるので、実際にねこれもその時使ってたのと同じようなタックルで、投げてみて、こう手で持った感じはなんかね同じはずなのに、こっちの方が若干ずしっと来てるようなね、ずしっていうかこうここの頭に重心が集まってる感じはするんですよね。一緒に持ってみると見た目はそんな変わらないのに、だいぶねちょっとバランスは違うのかな。でもねものすごいねテスト期間を得ていよいよ登場っていうことでしょうから、どうだろう、両者の使い分け、値段とか買いやすさとかも含めてね、いろいろインプレしていければなぁなんて思うんですけども、何にしてもねこれいろんなカラー展開ですとか、あとはねこれ8分の3オンスとまずは2分の1オンス出てるんで、これだったらいやってちょっと2分の1買ってみてもよかったかな、
ちょっと味変というかね、サイズ重さの違いっていうことで、ただねちょっと従来ね大好きで使ってるこの8分の3オンスでどんな感じで違うのかね、ちょっとお伝えできればいいなと思ってね、こっちのサイズ買ってみたので、でね大好きなこのちょっと黒いシルエットはっきりくっきり出るこんなカラー買ってみました。まあ合わせる、トレーラーはツインテールリンガーのね濃いめの色で合わせていこうかななんていう風に考えております。釣り具屋さんにフィッシングショーで並んでいたここら辺のが続々と並び始めてますので、気になる方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。というわけでね、本日の釣り子 TV はこちらですね、モードの新しいジャックハンマーの TG モデルね、これを買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。